はい、おはようございます。ラスカラでございます。本日ですね、ちょっと、福岡に来ております。まあね、今回福岡来たのは、お仕事でちょっと来てるんですけど、このね、福岡行ってる期間中、実は僕誕生日を迎えまして、まあ当日なんですけれども、誕生日ってことなんで、ちょっとね、自分のご褒美にずっとね、行きたかったお蕎麦屋さんに行こうかと思っております。そこのね、お蕎麦屋さんが佐賀県にございます里見庵っていうお店なんですけれども、なんかね、マツコの知らない世界とか、まあテレビでもね、なんかちょこちょこ出てるお店らしくて、僕もその番組を見てずっと行きたいなと思ってたんですけれども、ちょっと福岡からね、車で約1時間ぐらいなので、今日は、この時間を使って、お仕事ね、今日はないので、とりあえず里見庵に行こうと思っております。なので、今日は特に別に大食い動画ではございません。ただ、食べたいお蕎麦を食べて、帰る、まあ、そんな旅でございますので、ぜひね、今回の動画、お楽しみください。それでは後ほど。いや、着いた着いた。すげえところだな。めっちゃ気持ちいい。いやいや、寒っ。いや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 、寒っ。いやいや、ここか。着きました。こちらが里見庵さんでございます。ということで、本日は大食い動画ではないんですけれども、佐賀県にございますこちらの里見庵さんにお邪魔してきました。こちらのお店にはいろいろなメニューがあるんですけれども、ポップ通りね、初めての来店のお客様ってことで、僕もね、新そばの粗挽きを今回は注文しました。いただきます。こちらが今回注文いたしました粗挽きのお蕎麦でございます。もう見た目からお蕎麦の香りの良さが伝わってくるような粗挽きのお蕎麦でございます。味や香りを楽しむために、一口目はまずそのままで。これがまた香りが半端じゃない。正直こんな香りのいいお蕎麦は僕初めて食べました。二口目は卓上にございますこちらの醤油スプレーをかけて食べてみたいと思います。うまっ。これがまたシンプルだけどうまいのよ。うまいお蕎麦にお醤油だけってのがね、またお蕎麦のお刺身食ってるみたいな感じで、これもね、おつな味わいでございました。続いては卓上にございます岩塩を使って食べるんですけれども、めっちゃ削る顔必死だね。やばいね、この顔。岩塩のみも抜群にうまかったんですけれども、これね、ちょっともう待てずに辛味大根を溶いてめんつゆの方でいただきます。もちろんめんつゆもうまいよね。この辛味大根のね、ピリッとした辛味とほんのりとした苦味がね、お蕎麦にすごい合うんですよ。今回食べたそのまま醤油スプレー、岩塩、めんつゆと、まあ、この食べ方ね、お店のおすすめにも書いてあったりしますんで、ぜひ里見庵さんに伺った際は、皆様もこのお店おすすめの食べ方試してみて、お蕎麦の美味しい香りと旨味を味わってみるのもいいんじゃないでしょうか。ということで、今日はね、冒頭にもお話ししたように、この後ね、動画の中何も起承転結がなく普通に食べている動画でございます。まあね、いつもに比べると結構ね、ちょっとつまらないというか物足りない部分あると思うんですけれども、よければね、この後もお楽しみください。
はい、ということで、ただいまね、サドミアンさんで粗挽きのね、お蕎麦いただいてきました。あんだけ粗いお蕎麦初めてだった。ただ、最初だったんで、一応ね、お店のおすすめとしては粗挽きの中でも粗くない方らしいんですよ。それでも、噛んだ瞬間にね、こう麺がプチプチっていうような食感が残る初体験のお蕎麦でございました。やっぱりうまい麺類はね、麺だけで食べても十分美味しい。もちろんね、いろいろ試した塩とかお醤油とか、まあ、麺つゆね、もちろんうまかったんだけど、やっぱり麺だけで食べた時の一口目のね、初めましての驚きがすごかった。まあ、今日はね、たまたま日曜日なんですけれども、結構お店も空いていたんですが、普段はね、結構行列するらしいんですよ。でもね、並んでも食べる価値がある美味しいお蕎麦なんで、ぜひね、福岡とか佐賀に来た方はね、ぜひこちらの里見庵さんでお蕎麦食べてみてください。それでは坂きつつそれではじゃあね今ね、この海の中なんちゃらっちゅう水族館、これ来ましたね。というのもなんかここね、海沿いなんですよね。来てみたらすっごいね、景色が良さそうなんで、まあ、僕自身はね、水族館入らないんですけれどもちょっとね、風景を撮っていこうと思います。すげー綺麗だな、こんな海沿いに綺麗なでっけえ水族館あるの知らなかったんだよね。これ普通に散歩してるだけで気持ちいいな。いや、てか風が冷たいよ。まだ冬だわ。ああ、寒っ。いや、もう僕もね、誕生日を迎えまして30になりましたけど、お散歩してるとね、息が上がるね。マスクつらいわ。やっぱこの辺り景色も綺麗だから、レンタルサイクルみたいなのやってんだね。確かにあったかい日はここら辺自転車借りてね、走っていくのも気持ちいいと思うよ。うわ、海すごい、めちゃめちゃ開けてんじゃん海。いや、今日ね、天気もいいからだいぶ海綺麗に映ってると思うんだけど、すごいね景色。うわー綺麗。ただこれね、一人でうろちょろしてるのが寂しい広すぎるね。あー、でもすげー景色綺麗だわ。これ裏側なんかは完全に散歩コースになってますね。おお、景色めちゃめちゃ綺麗じゃん。いや、今回福岡の方にはね、まあ、ちょっと仕事でね来てるんですけど、オフの時間にね、こうやってちょっと海見て安らぐのもいいですね。うわいいね、めっちゃ綺麗じゃん。福岡の方にはね、まあ、ご飯とか、まあ、ラーメンとかね、有名なもんいっぱいありますけれども、食べ物以外にもね、まあ、綺麗な景色とか、こういった観光スポットたくさんあるんでね、ぜひね、皆さんも来てみたらいいんじゃないかと思います。はい、ということで、それでは、帰ろう